はい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。アホーン、聞いてくださってありがとうございます。こんばんは。お疲れ様です。私、9時までです。なんかちょっと近いな。お仕事お疲れ様です。いい曲ですよね、すごく。お仕事お疲れ様です。そうですよね、そう、あの今日誕生日の方いっぱいいらっしゃいますよね。明日休みだからっていうので今日祝ってほしいってコメントを、そう、教えてくださってありがとうございます。で、でもちょっとまだいらっしゃってないかもしれないから、じゃあ仲介になったら言いますね。よし、こんばんは。じゃあオリジナル曲からいきます。自分一人してありがとうございました。そう、目玉焼きね、あれすごいですよね。びっくりして、あ、割っちゃったって、結構しょぼんだっていうか気分ですね。あーあーあーってなっちゃったんですけど、そう、でもなんか逆に奇跡が起きて、でもあのあとしぼんだんですよね、結局。ちょっとあの時だけが奇跡でした。よし、はい。で、よしですね。よし、見てくださってありがとうございます。そう、白目焼き、あ、私はあの後食べずに、あの出てったから、出てったっていうか学校行ったから、そう、誰が食べたかは聞いてないですそうですね、そう、結局誰が食べたのかは知らないですあのまま、はい、行ってきますってなったから、はい、よし、そうで、いらっしゃるかな。まず翔さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ミラさん、おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。今日ですよね、18日、おめでとうございます。いつもありがとうございます。いい一年にしてくださいね。あとくださいね。あと19日、明日が19日誕生日って方ね、いつもあの前から来てくださってる、そう、いつもお世話になってる、おかしいな
そう、でもいつもね、応援してくださってるカロンさんと、あと青山ニコルさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあお誕生日明日だそうです。19日おめでとうございます。おめでとうございます。いい記念にしてくださいね。おめでとうございます。よし、いらっしゃるかな。まだいらっしゃらないかもしれないから、またいらっしゃったら改めてね、おめでとう言わせて。ああ、ゆうやさん、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。いつもありがとうございます。あ、いらっしゃった、青山ニコルさん。フルネームでいつも呼んじゃってる。ありがとうございます。おめでとうございます。いい記念にしてくださいね。おめでとうございます。あ、いらっしゃった、カノンさん、おめでとうございます。おめでとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。よし。で、ちょっとね、平等っていうか、歌える人と歌えない人が、歌ってない人と歌ってる人が、誕生日のリクエスト出てきちゃうから、結構、おめでとうだけにして、それ皆さんご協力してくださってありがとうございます。ご理解、ご協力ありがとうございます。はい。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。じゃあ、前歌うって言ってた祈りからいきますね。ミスター・チルドレンさん。はい。音がね、ギターに消されちゃうから、それがちょっと不便だな。はい、頑張ります。ミスター・チルドレンさんの祈りいきます。祈りいきます。すごく音域広いですよね。でもいい曲だからね、持ち込めて歌います。いきます。かしか チルドレンさんの祈りでした。ちょっとあんまり高い方が出なさすぎて申し訳ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。リクエストありがとうございました。すみません、間違えたとこ本当失礼しました。
祈りでした。いい曲ですので、ぜひ、本家さん、原曲さん、原曲さん時代、原曲聴いてください。すごいいいので。はい。いいし、君の膵臓食べたいのね。嘘ですので、ねえ、聴いてください。うんうんうん。教心さんからリクエスト、ありがとうございます。ありがとうございます。歌わせていただいてありがとうございます。よし。よう覚えてますね。母が登場した時に歌ってた曲。あ、歌わなかった曲か。歌わなかった、歌ってた曲なのかな。はい。ちょちょ結び。はい、たくさんありがとうございます。ちょちょ結び行こうかな。アカペラ。はい。よし。オッケー。ちょちょ結び行きます。好きだから、すごい多分頻繁に歌ってると思う、この曲。ね、リクエストもしてくださってありがとうございます。テフテフ結び。確かにテフテフ、テフテフって超不調ですもんね。ああ。よし。じゃあ、エミさんのちょちょ結びいきます。いきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、いい曲ですね。あゆみさんに似てる。ありがとうございます。光栄です。嬉しいです。ありがとうございます。チェリーいいですね。はい。じゃあ、あ、ナイス、ありがとうございます。この横に出てる塩ってなんだろう。斜め横に、斜め横、斜め下か、斜め下に出てるあの塩って、はい、ね、塩 B、ラーメンか。あ、ラーメンが塩味ってこと？ラーメンの味？あれ？塩なんてあったっけ？あ、塩ラーメンか。あ、あるね、あるね、あるね。あるね。ありがとうございますね。B出てます。ラーメンイベントか。おー。イベントね、毎回なんか面白いのね、やってますね。塩ラーメン美味しいですよね。よし。インスタントの作るやつ。はーい。
ゆいさんのチェリー、チェリーいいですね。第6巻聞きました。おお、ありがとうございます。よくあのいいよって言ったのでちょっと聞いてくださってありがとうございます。今が一番若いの第6巻教えて、かっこいいですよね。よし、じゃあチェリーね、第6巻いいですよね。難しかったよ。すごくあのかっこいいから弾きたいなって思ってて、一応歌えるんですけど、あまり上手くない前提、前提っていうか、あ、本当に一応歌えるだけなんですよ。なんて言うんだろう、様に なってる感じのチェリー、ゆいさんのチェリー歌った後に歌わ、ちょっとで歌わせて、ちょっとでもありがとうございます、ちょっと歌わせて、うん、自分も歌いたいのでね、歌わせていただきますね。チェリーさん、間違えた、ゆいさんのチェリーいきます。よし、クエストありがとうございます。チェリーさん、なんチェリーさんって言っちゃうんだろうねはい、ゆいさんのチェリーいきます。なんかチェリーさんってなんかチェリーって初めに出てるからチェリーさんって言っちゃうんだよ。低い声聞こえるから頑張ります。チェリーでした。ちょっとギターがね大きかったかもしれない。ゆいさんのチェリーでした。ありがとうございました。かわいい曲ね。こりゃあね、なんか耳につきやすいからね。恋しちゃったんだ。かわいい曲。ありがとうございます。リクエストありがとうございます。あれなんか上がってる、ありがとうございます。これどういう基準で上がってくるのかな。プレゼントいただいたら上がってくって感じなのかな、わかんないな。だからありがとうございます。なんかなんかよくわかってないんですけどね、たくさんプレゼントナイスありがとうございます。ありがとうございます。リクエストもありがとうございます。はい、はい、はい、第6巻ね、第6巻歌えたらねすごいかっこいいですよね。だからちょっと時間があるときに、ギターとか練習してるときに、ちょっとだけ最近弾いてるんですけど、ミラさんありがとうございます。どうしよう、ミッキーマウスレだったらいいかな。でもそしたらね、リクエストありがとうございます。ありがとうございます。あれ止まっちゃった。
それ多分、よし。リクエストありがとうございます。なんか固まっちゃってるんですよね、なんでだろう。どうしようも聞くださいね。 Wi-Fi ちゃんとね、MAX になってるんですけどね。動いてます？動いてますか？まあ、ゆっくり待ちましょう、出てくるまで。リカ、今日は歌っちゃダメだって言ってるのかもしれない。はい、そうだね、固まりがち。OKOKOK。 あ、出てきた出てきた出てきた。お、会長ですか？会長ですか？よかったです。よいしょ。 OK、 ちょうど一緒に会長、一緒のタイミングで会長です。 OK です。はい、じゃあ第六巻な。あ、これなんて読むんだろう。レオブさん、レオさんかな、合ってるかな、読み方わかる方いらっしゃいます？第六巻歌ってらっしゃるあの方の名前、ちょっと調べよう。まず、あ、レオナさん、ありがとうございます。 OK です、ありがとうございます。レオナさん、レオルさん、レオルさんで合ってたかな。 ちゃんと後で調べよう。いきます。レオルさん、ちょっと2パターン寝てるけど。ありがとうございます。あんまり上手くないかもしれないけど、楽しんで歌います。すごく、はい、ありがとうございました。かっこよく弾けるようになりたいですね、この曲。レオルさんでしたか、ありがとうございます。 OK です、レオルさん増えた。レオルさんの第六感でした。かっこいい。これ東京ゲゲゲイさんも歌っ、あのなんて中間で、あの2番から出てらっしゃいますよね。私東京ゲゲゲイさんすごい大好きで、フォーエーってなってました。あの男性の方だけど、あの女性の方の、あのあれ、女性の方の格好をされてて、ダンスグループの、そう、かっこいいですよね。ぜひ聴いてみてください。第6巻な、令和の曲って感じがする、うん、はい、ありがとうございました。私のね、大体曲をお付けくださってありがとうございます。はい、東京ゲゲゲ好きなんですよ。好きですか？同じですか？かっこいいですよね。動画とか、ライブの動画とかすごい見返してて。よし。ちょっとゆっくり歌える曲いきますね。曲いきますね。リクエストありがとうございます。あー、ゲゲゲの鬼太郎ね。あ、でもゲゲゲの鬼太郎の曲も歌ってますよ。編曲っぽいのかな。ちょっとかっこいい感じになった、ゲゲゲの鬼太郎。よし、
ああ、背景、手紙ね、いいですね。それよく聞かれるんですよね。受験です、ありがとうございます。もうかかもかか、どっちでもいいですよね。初めがもかかってやってて、でも本当の名前は上田桃花なんですけど、そう、初めに それ芸名じゃないのとか言われて そう、そう でもね、ごちゃごちゃになっちゃってね、ちょっと申し訳ないんですけど、そう、好きな方で、好きな方って言っても、まあ呼びやすい方で、覚えやすい方で大丈夫です。ありがとうございます。聞いてくださって、そこを気にしてくださって、まずありがとうございます。よし、そう、でも桃花って噛みません？私、自分の自己紹介するときも上田桃花ですっていうときには噛んじゃうんですよね、桃っていう。はい、桃花か ありなのかな、確かにある。んで、手紙いいですね。手紙言っちゃおうかな。よし、リクエストありがとうございます。手紙、なんかミーシャさんのアカペラリクエスト、お、ありがとうございます。なんか一曲歌いたいですね。なんか電波本当に悪いや。はい、じゃ、待ってる間にミーシャさんアカペラ、愛の形、愛の形、ギュッと、そう、背景15の君への方です。はい、そうです、アンジェラ・アキさんの恋をしたから会いたくて、今全部いいですね、リクエストいい曲たくさんありがとうございます。エブリシング、季節ですよね、確かに。愛の形が多いのかな、愛の形。じゃあ後で愛の形アカペラで歌わせていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。愛の形はね、名曲ですよね。ミシャさんとれば名曲だけど、名曲ですよね。じゃあ、アンジェラ・アキさんの背景15の君へ。めっちゃ緊張しました。足ブルブル震えました。まだ配信してるのに、配信の方が緊張すると思うのにね。多分そう、何回もやらせていただいてるから、慣れてるのもあると思うんだけど、そう。なんかすごい緊張して足ブルブル震えてました。はい、1、2、3、背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15手紙、背景15の君でした。ありがとうございました。
人格だと思います。この本本本にとかこの波、そうそう、人格だと思います。マサさんありがとうございます。おわラーメン13位ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。たくさんパチパチ打ってくださってありがとうございます。あ、全確認しておきます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。あのね、セトリありがとうございます。はい、いや、ラーメン塩は ラーメンだと思われます。でもなんかお皿だけですよね。はじめこれご飯かと思って、お米普通にお米 B か、あのお茶碗で白いからかぶさってお米が見えない感じかなって思ったら普通にお皿だけでしたね。じゃあ愛の形アカペラでいこうかなと思います。はい、あれラーメンありがとうございます。すがき美味しいですよね。すがきを食べたい。ね、美味しいんです。前も食べた、ちょっとだけ。スガキは本当に飽きない。楽器始めたくなった。お、いいよ楽器。でもね、あの指とかねが大変になっちゃう時あるけど、でも楽しい、できたら楽しいと思う。 何がしたいとか楽器あるんですか今。アイプードね。アイプード好きや。ラーメン、よし、オッケー。じゃあ愛の形、よし、お待ちくださいね。愛の形、歌詞おお、ありがとうございます。おーおーおー、ちょっと出てくるまで、あ、歌詞だからすぐ出てきた。あら餃子、あ、同じ餃子、王将か、餃子の王将か。美味しいですよね、餃子の王将も手軽に食べれるし。私も今日餃子でした。 OK。 じゃあミシャさんとグリーンさんの愛の形いきます。あ、あのねーか、 あれ初めの音は忘れちゃった。いつ、あのね、いつの間にか、あ、なんか違うような気がする。なんか違う。ど忘れしちゃった。 ありますよね、ど忘れするときメロディー。ちょっとお待ちくださいね、ごめんなさい。なんかあるよね、なんか違うよね、少々お待ちください。もうね、いつの間にか気づいたんだ、愛にもしか、合ってるかな、立ちがあって、それがすでに私の胸にはまってたなら。なんか違うような気がする。絶対、あ、出てきた。お待たせしました。じれったくてすみません。もやもやしますよね。ごめんなさい。すごくもやもやすると思う。OK。あのね、あ、OK。1、2。あのね、いつの間にか気づいたんだ、愛にもしか立ちがあって、それがすでに私の胸にはまってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなく
隙間を作ってしまうね。あのね、大好きだよ、あなたが心の中で広がってくたび、愛が溢れ涙こぼれるんだ。はい、ありがとうございました。ミーシャさんとグリーンさんの愛の形でした。すみません、お待たせしました。ありがとうございました。うん、ありがとうございます。56分いい頃具合の時間ですね。たくさんリクエスト、ヒロさんありがとうございます。たくさんリクエストありがとうございます。ありがとうございます。今日誕生日だった方おめでとうございます。いい一年にしてくださいね。おめでとうございます。グリーンさん、フェイト、FEAT グリーンさん、 FEAT ドットでカッコグリーンさんだから、主はミーシャさんって感じなんですけど、このカッコだからカッコグリーンさん、コラボがグリーンさんってこと。そう、はい、それ、フューチャリングか、全然違うじゃん。全然違った、失礼しました。はい、カノンさんありがとうございます。OK、じゃあオリジナル曲で終わろうと思います。たくさんね、いい曲リクエストくださってありがとうございます。で、ナイスもありがとうございます。なんか ラーメンのね、ラーメンのイベントもわお10位ね、初め30何位だったのに、皆さんありがとうございます。プレゼントで上がっていってるんですよね、ラーメンとかの。よし、ありがとうございます。 OK、 じゃあオリジナル曲で終わります。はい、じゃあ準備しながら番宣させていただきますね。今テレビ朝日さんの歌活という番組に出演させていただいてます。で、その中で、それでその企画はオリジナル曲の YouTube の再生回数を競うという番組で、はい、でテレビ朝日さんの公式チャンネルの動画始めてみましたという、公式チャンネルに動画、 YouTube のオリジナル曲の動画それぞれ上げていただいてるので、5人の挑戦者のオリジナル曲上げていただいてるので、ぜひ聴いてみてくださると嬉しいです。で、放送、地上波放送は毎週木曜日、ダメだ、2つのこと同時にできない。毎週木曜日、夜23時に、はい、ABEMATV と関東ローカルで放送していますので、もしお時間よろしかったら、1週間は無料で ABEMATV は見れますので、ぜひ見てみてくださると嬉しいです。ABEMATV が一番長いです。はい。明日ですね、前回のね、そうバリバリそうジャージ映っちゃってて、あね、膝掛けもバリバリ映ってて、よし、まあいいや。じゃあ、オリジナル曲で終わろうと思います。
ない曲、夜のでした。ありがとうございました。足りないラッシュですねあれみたい、人間ティーナルのあのバイバイバイの時みたいね。ありがとうございます。歌詞覚えてくださって書いてくださってありがとうございます。ファンディさんありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。徳明さんありがとうございます。たくさんねあのプレゼントくださって、コメントくださって、お時間作ってくださってありがとうございます。あら、初めてのふわち配信の視聴楽しかったです。よかったです。ありがとう。鼻かきながらでごめんなさい、かゆかったので、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ終わりますね。ありがとうございました。あ、黒い黒板ね。でもちょっと穴開けないと、あ、でも立てかければいいのか、ソファに。OK、ありがとうございます。あ、でもマジックペンの、マジックペンじゃないや。ホワイトボードペンのインクが、ブラックボードのペンのインクがないんだ、買わなきゃ。はい、ありがとうございました。じゃあ、終わりますね。お時間作ってくださってありがとうございました。お疲れ様でした。今日もお疲れ様です。土曜日お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。うん。